今回はシムアントのゲーム実況に初チャレンジです。ゲーム内容など、ほとんど忘れてしまいましたので、一からプレイしていきたいと思います。それでは、スイッチ、オン。シムアントの世界へようこそ。画面のメッセージを読みながらゲームの進め方を学びましょう。メッセージの中の右左はマウスのボタンです。ゲームの中ではあなたは黄色のアリを操ります。まず木アリのコントロール方法を覚えていきましょう。木アリは今地面の下にいます。掘られていないところに指カーソルを置いて A ボタンを押してください。では地上に出てみましょう。地上に出るためには画面の上端にある出口に指カーソルを置いて A ボタンを押してください。地上で木アリをコントロールさせるには、移動したいところに指カーソルを置いて A ボタンを押してください。画面の左にあるメニューの一番上のアイコンを A ボタンで選んでください。そしてその後に開くサブメニューから、地上全体を選んでください。餌を取りに行きましょう。餌の上に指カーソルを置いて、A ボタンを押してください。黄色アリが餌に移動していきます。黄色アリはお腹が空いているのです。餌の上に指カーソルを置いて、B ボタンを押してください。これで体力が戻ります。画面の右下に出る体力ゲージにいつも気をつけましょう。今度は水餌を持って帰りましょう。餌にもう一度指カーソルを置いて、B ボタンを押してください。巣穴が見つかったら、巣穴に指カーソルを合わせて A ボタンを押してください。巣の中に着いたら、置きたい場所に指カーソルを合わせて、B ボタンを押してください。
少し黄色い小石を探してください。小石に指カーソルを合わせて B ボタンを押してください。キアリは小石を拾うはずです。小石はどこにでも置けます。置きたい場所に指カーソルを合わせて B ボタンを押してください。小石を使ってアリ地獄に落ちないための壁や巣穴に蓋をすることができます。今度はキアリの上に指カーソルを合わせて B ボタンを押してください。メニューが開いたら、仲間を10匹呼ぶ、を選んでください。オリジナルゲームでは、赤アリを倒すことと、人間を家から追い出すことが目標です。1エリアのアリの数が100匹を超えたとき、ハアリが20匹いれば結婚飛行を始め、隣のエリアでも黒アリが巣を作り始めます。メニューの左から3番目のアイコンを選んでください。その後に出るサブメニューから、行動コンパネを選んでください。行動コントロールパネルです。ここで黒アリ全体の仕事の割合を決めます。画面の左上の M のアイコンを A で選んでください。三角の中の十字に指カーソルを当てて A ボタンを押したまま動かしてください。3つの行動に割り振られるアリの全体数の割合を決めることができます。画面の左上のアイコンの A はオート設定です。この A を選ぶと状況に応じて自動的に設定してくれます。M はマニュアル設定です。この M を選ぶとあなたが割合を設定できます。産卵コントロールパネルです。ここで上アリから生まれるアリの種類の割合を設定します。設定の方法は行動コントロールパネルと同じです。エクシットアイコンを選んでゲーム画面に戻りましょう。
ではアカーリの巣を攻撃してみましょう。キアリに指カーソルを置いて、B ボタンを押してください。そしてサブメニューの中の、仲間を10匹呼ぶ、を選んで、これを5回繰り返してください。画面を右側にスクロールさせて、アカーリの巣穴を見つけてください。そしてアカーリの巣に向かって軍隊を進めましょう。できるだけキアリをアカーリと戦わせないようにしてください。アカーリへの攻撃は失敗に終わりました。でももう少し黄色アリで遊んでみてください。これで入門コースは終わりです。またわからないことがあったらマニュアルを読んでください。ではオリジナルゲームとシナリオゲームを楽しんでください。入門ゲームが終わりました。以上が操作方法になります。オリジナルゲームは家全体の広いマップで、敵ありと人間を倒す大戦争です。シナリオゲームは8つの様々なマップで、赤ありを殲滅させればクリアというものです。まずはシナリオゲームからプレイしていく予定です。次回もよろしくお願いします。